宇田川洋安ボルタ電池の解説科学実験図、宇田川洋安から1846年8月13日は津山藩の範囲で蘭学者、名和洋、緑模屋とも合した、宇田川洋安とも表記される。それまで日本になかった植物学、科学等を初めて書物にして紹介した人物である。原服前の14歳の時、 江戸詰めの大垣範囲の家から養子に出され、範囲となる。宇田川家は、蘭学の名門として知られ、養父である、宇田川玄信、また、玄信の養父である、宇田川玄瑞、養安の養子である、宇田川教債も蘭学者、養学者として知られる。大垣藩の江戸爪、江沢守氏の長男。父の師匠である範囲、宇田川玄信に才を見出され、玄信の養子となり、 養父玄心に学び、玄心と共に幕府に徴用された。1826年、天文型番書は介護用の翻訳員となり、書メール百科事典の翻訳書、構成新編の作成に従事したとされる。不死の逸話として、慕っていた養父玄心の養生のために、養庵は温泉の効能を調べており、これが、 日本で初めて行われた温泉の選質調査であったと言われている。シーボルトとも信仰があったことでも知られる。墓所はタイアンデラ。歴代の宇田川家の人々と共に眠る。大正4年、生後遺を追造された。なども記している。日本に概念がなかった植物学や科学の書物を翻訳し、日本に存在しなかった学術用語を新しく造語し生み出している。 以下の用語は、宇田川洋案による造語の例である。ありがとうございます。